溶接、溶接、溶接、英語、ベルディングとは、2個以上の部材の接合部に、熱または圧力もしくはその両者を加え、必要があれば適当な溶化剤を加えて、接合部が連続性を持つ一体化された一つの部材とる、接合方法。さらに細かく分類すると、通る接、圧接、ロー付けに分けられる。かつては、現在に至るまで、 一般的な溶接の他に、碇説や溶接の文字も並んで利用されていたが、碇、溶ともに、東洋漢字に入らず、溶に統一された。溶接は、青銅器時代、ローツ付、メソポタミアのレリーフからも見出され、日本では、弥生時代の銅鐸にも、溶接の跡が発見されている。現代では、建設業、自動車産業、宇宙工学、 造船などの先端技術だけでなく、生活を支える基本的な古くて新しい技術である。前述の通り溶接とは、二つ以上の部材を溶融一体化させる作業である。接着、溶着と異なる点は、母材、接合したい材料のことを物理的に溶かすことである。母材を溶融する方法としては、熱、圧力などがある。 接合箇所が結晶レベルでは連続性を持つのが溶接の特徴である。溶接を行うには母材を溶かさなければならない。摩擦接合や圧接では母材が有点に達するほどは加熱されない。母材は通常金属である。つまり一般的に言えば溶接とは複数の金属部品を一体化することを指すが、プラスチックを溶かして接合することを プラスチック溶接といったり、最先端の技術ではセラミックスを溶接すること可能になっている。鋼やアルミニウムのように構造材になるような金属を溶かすにはかなりの高温が必要になる。しかも接合部分だけを溶かさなければならない。そのため狭い部分を集中して加熱できる方法が必要となる。一方で経済性も重要であり、なるべく少ないエネルギーで 法律的に溶かすことができなければならない。主な加熱方法としては、電気、電気抵抗、アーク放電がある。また、ガス、プラズマ、電子ビーム、電子線、レーザーなどで加熱することもあるが、コストや使い勝手の面から用途が限られている。溶接の古代技法であるいかけでは、湯、溶けた金属のことを注ぐことで母材の縁を溶かしている。現在主流なのは、 アーク溶接とスポット溶接、抵抗溶接である。特に単に溶接といった場合は、アーク溶接を指す場合が多い。スポット溶接は、自動車や薄板板金の分野でよく使われている。母材と母材の間に隙間がある場合は、その空間を補填するために、溶化剤が用いられる。また、隙間を埋める必要がなくても、強度的に肉厚を増す場合には、 溶化剤が使われる。アーク溶接には通常、溶化剤が用いられる。いわゆる溶接棒のことである。スポット溶接は、溶化剤を使用しないことが多い。逆に、かけにおいては、接合部材の間に溶かした材料が注ぎ込まれるとい、方法のため、必然的に溶化剤が用いられる。古くは、製銅器の接合に溶接が用いられた。 中国の三世大遺跡から大量の製銅器が見つかっているが、これらは紀元前2500年の最古級の製銅器を含み、これらにはすでに溶接が用いられていた。母材と母材の間に溶かした溶化剤を流し込むイカケという方法だと見られている。イカケは金属製品のひびや穴の補修技術だが、接合にもよく使われていた。イカケでは母材の縁が溶けるまで、 溶化剤を流し込むので完全な接合が行われる。現代のアーク溶接に通ずる技術である。日本の高岡短期大学でサムスン体縦目仮面の復元のためにこの古代技法が再現された。日本には青銅器そのものの技術とともにこのいかけの方法が伝わったと思えれる。弥生時代の銅卓からもいかけの跡が大量に見つかっている。またヨーロッパでも 紀元前3000年頃から青銅器の遺物から、単節、リベット、ロウ付けなどの加工の跡が見つかり始める。紀元前15世紀頃コアジアで鉄が発明される。鉄は天然性に富むため、単蔵に向いた金属である。単蔵は金属を成形すると共に鍛えて、強度を増す方法だが、熱した金属を重ねて鍛えると金属を接合することができた。これを単節という。 鉄の接合には、いかけとともに短節がよく、行われた。青銅器でも短節は行われたが、短節は特に鉄に向いた、接合方法である。短節は、現代のスポット溶接に通じるところが多い。紀元前10世紀頃、鉄の技術は他の地域に伝わる。短節の技術は、鉄とともに伝わっていった。日本では、紀元前3世紀頃から鉄器が見つかる。 鉄器と共に鉄の接合技術が伝わったと思われる。河内には古くから芋の死、芋の死、芋地の氏族がおり、代々天皇の鏡を鋳造したと伝えられている。おそらく紀元前三世紀頃、朝鮮半島から来た都来人と思われる。後年、この氏族の流れを組む芋の氏やイカケや皇術の技術集団が日本各地で活躍することになる。 インドのデリーの郊外に錆びないことで有名な鉄柱の遺跡がある。この鉄柱はグップタ町のチャンドラグップタ2世によって建立されたインドの最古のイスラム寺院の中に建っており、紀元310年のもので単節が使われていることが分かっている。ちなみに、この鉄柱にはヒンディー語でデリー、不安定なものという名前がついており、この故障が 現在のインドの首都デリーの由来になった。弥生時代、制動器の電波と共に、イかけの技術が日本に伝わったが、この技術が発達し大仏などの巨大制動機を生むに、至った。これらの大仏は、芋の死によって制作された。奈良の大仏は、当時の現物失われているので何とも言えないが、細部の補修に、イかけが利用された可能性はある。鎌倉の大仏からは、 いかけの形跡が見つかっている日本では鉄は貴重品であったが、たたら製鉄が中国地方で盛んになると、鉄が一般にも普及していった。平安時代末期、鉄が普及してくると田畑の開墾が進んでいく。また、鉄製の農具によって面積あたりの米の生産工も飛躍的に向上した。武士の誕生は武器の需要を生み、 それがさらに鉄の加工技術の向上をもたらした。刀剣や鉄砲の発達とともに、鉄の加工技法はよく発達した。日本は豊富な砂鉄とそれを精錬するための木材資源にも恵まれており、鉄の加工技術では東アジアでは抜きんでた存在だった。農具にも当時の中国では見られない高度な鉄の加工技術が使われたとされる。 普及したとはいえ鉄製品は貴重品であるため、壊れた鉄製品を修復する需要があり、鉄の接合技術は日本各地に広まった。単接、いかけの他にも金属の接合にはローズ系リベットが使われた。ヨーロッパでも中世の頃から金属の接合技術が発達する。1540年イタリアの巧妙な夜勤学者、バンノッチョビリングッチが夜勤学に関する最初の本を 発表した。この本をもとに、ルネッサンス時代の技術者は単接の技術を発達させていき、やがて近代以降の溶接技術の発展に繋がっていく。ヨーロッパにもドイツのゾウ林源など伝統的に金属加工を得意とする地域がある。英語では、カジ屋のことをブラックスミス、タイヤのことをスミスイングと書き、ドイツ語ではシュマイドと書く。そのためか、 溶接関連の功労者には、スミスやシュミドから派生したシュミットを生に持つものが多い。ドイツ製のシュミットには、シュミットのほか、シュミやシュミットなど、バリエーションありまた、今でも欧米の溶接関連企業には、スミスやシュミットの発音のつく会社が多く、これも溶接とカジ屋の強い関連を伺わせる、例えば GE シュミット社、ウーア・フォート、スミス社など、鉄を溶かすには、 高温が必要である。母材を直接溶かして鉄を溶接することができるようになるのは近代に入って電気やガスが使えるようになってからであった。近代に入ると電気やガスで集中的に加熱することが可能になる。様々な溶接が次々に開発されるが主流はアーク溶接と抵抗溶接、スポット溶接である。 アーク溶接は、いかけの代替技術として、急速に普及してゆく。薄い板,板金に、スポット溶接が使われるようになると、単接の用途は特殊な用途に限られるようになる。1800年に、イタリアの物理学者ボルタが電池を発明したのと同時に、電極間に火花が散る現象が認識されるようになった。この発光現象を研究した。 イギリスのハンフリー・デイビーは1807年にボルタイを2000個つなげたものを電源とし、水銀に浸した木炭を電極として用いることで、放電を安定的に継続させることに成功する。デイビーは、この放電現象をエレクトリックアーク、エレクトリックアークと名付け、当初は照明、アーク等用に研究が続けられた。1865年、英国のワールド、 ウェルダがアーク溶接についての特許を取得する。1885年、アーク明かりの研究者であるベナードス、ベナードスが炭素アーク溶接法を発明し、特許が同年のうちにフランス、英国、ドイツ、スウェーデン、1886年にはロシア、1887にはアメリカで認可され、これを契機として様々なアーク溶接法が考案され、アーク溶接は 急速に進展していく。1907年、スウェーデンのチエルベルヒ、オスカー・キュールバーグにより被覆溶接棒が発明され、被覆アーク溶接が可能になったことにより、アークの発生自体が簡単になり、より安定したアークを発生させることができるようになった。以後アーク溶接は普及の度合いを早めていく。 第一次世界大戦に入ると溶接能力の大幅な向上が強く求められるようになった。溶接技術の優劣が軍事力の優劣に直接結びついたためである。この時期、イギリスでは全ての外反を溶接で建造した船が作られた。アメリカでは溶接の普及が遅れていたが、ドイツ軍のニューヨーク港攻撃で破損した船舶の修復にアーク溶接が用いられ、 その威力が認められるようになる。ドイツでは航空機の建造にもすでに溶接が用いられていた。1920年代、溶接ワイヤーが連続的に供給される半自動アーク溶接が登場する。当初はブローホールが発生し品質の確保が困難だったが、溶接を大気から保護するシールドガスが開発され、この問題は大きく改善された。 品質に問題がなくなると、半自動溶接は急速に広まっていく。1930年代に入ると、フラックスが開発され、アルミニウムやマグネシウム合金などのアーク溶接も可能にいる。日本では1930年に作られた、駆逐艦夕霧の一部に初めてアーク溶接が用いられた。本格的にアーク溶接が用いられたのは1931年に、 作られた海軍の不施寛や山である。溶接が用いられることにより、艦船が軽量化し後期が大幅に短くなった。この時、逆歪みや対象溶接など現代では常識となっている手法が溶接に用いられている。海軍の手により、これらの溶接に関する技術が規格化され、これを境に、日本でも急速にアーク溶接が普及していく。 1840年代に電流をスパークさせると金属が接合する現象が発見される。加圧しつつ電流をスパークさせると接合力が飛躍的に高まることが分かり、1887年アメリカでフラッシュバット溶接として特が申請される。同じ年、似たような同じような仕組みのスポット溶接の特許も申請される。特許論争が起きるが、スポット溶接は フラッシュバット溶接の一部とみなされ、フラッシュバット溶接の特許が認められることになった。抵抗溶接は、単接やリベット止めの代替技術として、薄い板,板金の対象に広まっていく。スポット溶接は、自動車、シーム溶接は、缶詰などに使われた。1960年以降から、溶接には、産業用ロボットが使われるようになる。特に、スポット溶接では、 その90%以上の作業をロボットが担っていると言われている。日本では1年間に約3万5千台の産業用ロボットが新しく導入されているが、このうち6千台がスポット溶接、5千台がアーク溶接に使われるとみられる。溶接ロボットは比較的大きなロボットであり、産業用ロボットでは最大の市場となっている。日本では 現在約35万台のロボットが稼働中で、溶接ロボットはそのうち10万台程度と見られている。溶接ロボットの他に、バリトリ、ロボット、仕上げロボット、溶断ロボット、塗装ロボットなど、溶接の周辺工程で働くロボットがあるが、これは、この10万台には含まれていない。大量生産の現場では溶接の主役はすでに、ロボットであるが、難易度の高い溶接は、 人が仕上げる他なく、高い技能を持つ溶接技能者への需要はむしろ増している。2000年度の国勢調査によると、日本の溶接、溶断工の就業人口は24万人弱となっている。これは溶接作業を直に行っている技能者の数で、二次的に関係している就業者は含まない。産業としてみると、溶接の関わる産業の代表といえば、 やはり自動車産業が挙げられる。日本の自動車産業の出荷額は43.2兆円。これは全製造業の出荷額の16%に及ぶ。就業人口は直接的に自動車に関わる人だけでも72.6万人。二次的に関わる人も含めると507万人で全就業者数の8.7%に達し、さらに造船や建設機械、 建設といった業種が溶接関係の産業としてこれに加わる。溶接は巨大な産業に関わるだけに先端技術が惜しみなく投入される。アーク溶接の次世代技術として電子ビーム溶接、レーザー溶接などが研究開発されている。最新型のスキャニングレーザー溶接装置ではレーザーが遠隔照射され何も触れることなく鉄板が正確に溶かされていく。 スポット溶接の次世代技術としては摩擦角反接合などが実用化されていい。溶接ロボットには視覚センサ、力制御、人工知能の搭載が実現されている。溶接、ビードの形状をレーザーで三次元的に計測し、ロボットの制御情報と溶接機の情報をネットワークで集め、溶接品質を集中的に監視、フィードバックするシステムも実現している。 ここでは、夜勤学的な分類を挙げる。溶接の分類には、加熱方法で分類したもの、装置の仕組みで分類したもの、物理現象に注目したもの、夜勤学的なもの、法令によるものなど、多数の分類方法がある。これらの分類法はいささか関連的なもので、用途に応じて発明された、様々な溶接方法に対して、後から当てはめたものなので、 あまり厳密に考えなくてもいいだろう。一般には溶接の主流はアーク溶接とスポット溶接で、それらから専用機として特化したものがあり、さらに非常に特殊なものや実験的なものが少しある程度の区別がわかりやすいだろう。蒸気の問題の他にどこまでを溶接とするかという定義上の問題も残っている。漏接や単接は溶接ではない。 という学者もいる一方で、機械設計者から見れば、漏説や単説はもちろん、ボルトやリベットも金属の接合方法として重要である。設計者らにとってはこれら、ボルトとかと溶接を、説分けて扱うことはそれほど意味のあることではない。また、圧力をかけて接合することを圧接といい、特に加熱してから圧力を加えて接合することを、単接という。 また、母材と違う素材を溶融して接合することを、ロウ付けという接合法を参照。夜金額には、トール節という言葉があり、これは液層による接合を厳密に定義する言葉で、ある。夜金額による溶接の定義はトール節、圧節、短節、ロウ付けが含まれる。特に建築物、船舶の鉄骨などの大規模構造物の溶接欠陥は、 そのまま構造面での致命的脆弱性となりうる。実際に船舶の沈没、橋梁の崩落、原子力発電所の配管破損などで原因として溶接不良が指摘されたケースも多く、シビアな品質管理が要求されている。溶接欠陥には目視で確認できないケースが多い。表面に現れないひび割れなどは何らかの方法で、 内部構造を探らなければ発見できない。以下に実用化されている溶接検査技術を挙げる。建築物、橋梁、船舶、貯蔵等などが突然大きな破壊を起こすというケースでは、しばしば溶接不良が原因となっている。構造上重要な部分の溶接不良から、構造物全体が倒壊するということもある。また、 低温時に特に起こりやすくなるモロ性破壊では、一箇所で起こった破損が連続する溶接部分全体に瞬時に走るため、船体、巨大タンクなどが突如折れるように崩壊するという事故が発生している。以下に広く知られた事例を挙げる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。